MAICO2010 は日本放送が中心となっていったメディアミックスプロジェクトでラジオドラマ、漫画、アニメのタイトル。1997年当時、アニメ番組に力を入れていた時代のラジオドラマとして放送。その後、ヤングキングでコミック化。また、1998年から半年間、ワウワウのアニメコンプレックス枠において、アンドロイドアナMAICO2010としてテレビアニメ化もされた。ラジオ版は日本放送、ゲルゲットショッキングセンターで23時台の内包番組として放送された。正式なタイトルは、2010年ラジオの旅、アンドロイドアナMAICO2010。1997年から1年間放送され、ゲルゲットショッキングセンターでは特集を組んで番組をバックアップしていた。また、放送初期は別番組、岩尾純子と小口、秋久のスーパーアニメがヒットトップ10内で1週間の総集編的な番組を放送していた。原作者でもある、勅使河原明は、同番組のディレクターであり、番組開始の仕掛け人でもある。番組後期はソニーがスポンサードし、番組と連動した新商品アイディアの募集も行っていた。2010年、第3次メディアミックスと呼ばれるメディアの変化にさらされていた日本放送は、社運をかけた世界初のアンドロイドアナウンサー、MAICOを制作。MAICOを中心とした、架空の未来の日本放送社員たちとの話。キャラクターの名前や特徴には、日本放送やその他ラジオに関係する人名や特徴が取り入れられている。その他、露木茂、松村邦弘、ゲルゲットショッキングセンターのパーソナリティだった、井出功や、LF クール系、番組のディレクターである、土屋夏彦などがゲストとして出演した。ヤングキング上で連載された。著者は清水俊光。1998年4月6日から同年9月28日にかけてワウワウのアニメコンプレックス枠で放送された。15分番組で全24話。本放送終了後は、より抜き。アンドロイドアナMAICO2010と題して一部の話を飛ばして、同じ放送枠で再放送もされていた。本作は近未来の日本において、業界初のアンドロイドラジオアナウンサーとして日本放送に採用されたMAICOの成長を描く。舞台は当時日本放送は有楽町本社建て替えのため港区お台場のフジテレビ社屋内に移っており、現社屋の資料が全くない状態であったことから近未来が舞台ではあるが、スタジオがお台場のままという設定で描かれている。2007年10月から東京 MX で放送された。30分番組とするため1回につき2話ずつの放送に再構成され、エンディングはカットされた。18話で唐突に終了することとなった。声優はアニメのものである。オープニングナレーションのナレーションは日本放送の柿花忠が担当。日付は発売日である。アンドロイドアナMAICO2010に関するカテゴリー。ありがとうございます。